ギョンギョン乗せてって。はい、どうもー、今日4本目の撮影のリュウジでーす。はい、ということでですね、そろそろ限界が近づいてきましたね。僕のフィナーレ、今回はですね、焼き鳥缶です。炭火焼き鳥缶、固定のやつですね。こいつを使ってですね、食パンをですね、ものすごい美味しく食べられる親子トースト、せい親子トーストをですね、やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、ということですね、じゃあやっていきたいと思います。さっきまで飲んでたハイボールを用意します。キュー、ガソリンを入れていきます。人によってガソリンね、いろんなものがあると思うんですね。僕は酒です。創作意欲を高めていきます。まずですね、簡易的なタルタルソースっていうのを作るんですよね。卵をね、茹でて、ゆで卵を刻んでマヨネーズをあえるんですけども、ちょっとね、時間がかかるんですね。ゆで卵を完熟で茹でるね、10分ぐらいかかるので。なので、今回はものすごく簡易的にタルタルソースを作ります。パカッと終わりましょう。はい。黄身をね、潰します。これ、黄身潰さないとね、なんやかんやで、黄身が爆発するみたいなんで。黄身と、白身が分離した状態でいいです。疑似的なゆで卵みたいなのを作ります。ラップしないで結構です。このままレンジに加熱します。1分20秒、はい、1分20秒、はい。この1分20秒を利用して創作意欲を高めていきます。無くなった。ちょっとウイスキーをください、スタッフ僕の元気、僕の元気のかけらが今なんかパンスだ。この状態でやるとちょっとパスンパスン言うんですけど、あのね、多分大丈夫です。はい、多分大丈夫。炭酸をね、入れていきます。せいせいせい。1分20秒経ったのがこちらですね。かなり固まってますね、これね。崩すとね、これ疑似的なゆで卵になりますんでね、最初に崩す、これ重要でございます。ちょっとね、タルタルソースを作る時とかにもできます。はい、こうするとね、お湯沸かす必要もないので非常にね、時短になりますんでね。今ね、いい感じ粉々になりましたね。高いとこから入れていきます。こうすることにより高評価が増えます。もしね、大体ね、一つまみぐらいです。はい、一つまみ入れてあげてください。最近ね、マイクロプレーンのね、胡椒引きを使ってるんですけど、これマジでいいです。すげえ削りやすい。ゴリョンゴリョン削れますよ。また混ぜていきますね。はい、これで簡易タルタルソースの完成でございます。本当にタルタルソースにしたいんであれば、刻んで水にさらした玉ねぎ、ケチャップ少し入れてあげると、本当にタルタルソースっぽくなります。このね、チャンネルはね、お酒の、楽しさ、お酒の楽しさじゃねえや。料理の楽しさを、伝えるとともに、実践できる料理をね、皆さんにお伝えするチャンネルでもありますので、決してね、飲酒チャンネルではありません。料理をする番組です。飲酒チャンネルではありません。料理をする番組です。はい、これ6枚切りのね、超芳醇ですね、これね。そう、こんな感じですね。お待たせしました、焼き鳥缶ですね。はい、こんな感じでね、乗せていきます、ね、こんな感じでギョンギョン乗せてって、ここに溜まった油もね、かけちゃいます。はい、僕ん家はね、このオーブンレンジなのね、オーブンレンジに入れていくんですけど、僕ん家のオーブンでだいたい350度のグリルで10分ぐらい。あ、これは全て火が通ってますんで、表面が焼けるぐらいで結構です。これをやっていきます。はい、じゃあですね、焼き上がりましたので見てみたいと思います。はい、こんな感じになってます。どうですか、美味しそうでしょう。しかも彩りに青ネギ、これ非常にね、合いますのでね、1枚で結構満腹になります。こちらですね、悪魔の親子トースト、はぁ、完成でございます。はい、ということですね、できましたので、早速やっちゃいたいと思います。よー、やっちゃうぞ。いただきます。熱々、熱々ですね。うん、うわお前、つまめるやん。これ照り焼きチキンピザの味ですよ、これ。めちゃめちゃ美味しい。またね、ちょっとね、撮影の時に僕、七味唐辛子ちょっとかけたんですけど、風味がね、いいですね。卵とマヨネーズ、甘いタレにまとったこの焼き鳥感がですね、非常に当然合いますね。しかもボリューム満点です、すごく。うん、うん、
6枚切りの食パン1枚なんですけども、具がものすごい乗ってるので、これ1枚だけでもすっごいボリューミーですね。甘辛ダレとマヨネーズのタルタルソースが合う無限ハイボールですね。焼き鳥がねすごく安いですから、非常に、お安くできるので、皆さんぜひねお昼ご飯ぜひやってみてください。はい、ということでですね、今回の動画面白そうだなとかですね、やってみたいなと思った方はぜひ高評価およびチャンネル登録をよろしくよろしくよろしくお願いします。